板文字誇りファッサーラムリジダムは変形菌の一種で文字誇り化に属する。円盤状の小実体を細い柄の上につける。小実体は柄があって単子脳体系で群生して生じる。小実体は高さ 2mm まで。死脳はレンズ状の形をしているが、その上面はしばしば中央がくぼんで、へそ状となっている。表面の色は黄色からくすんだ大概色だが、時に、 金色や銀色を定する。柄は上の方では、大々色から黄色だが、基部ではより暗色になっている。指納内部の構造としては、軸中はなく、連結糸は長くて、あまり分子しない。石灰節は長くて、くさび型からさお型をしており、黄色から大々色をしている。胞子は反射光の下では、暗褐色に見え、表面には細かいトゲが一面にあって、 直径は10から12メートル。変形体は黄色をしている。条件が悪くなると固まって金閣を形成するが、飼育下で形成された本種の金閣を7年半保管して復活を確認した例がある。この例では保管は冷蔵庫の野菜室であったよし。春から秋に朽木やキノコの上に出現するもので、やや普通な種である。時に大発生することが知られる。また、 キノコを接触することがよく見られる。キノコを栄養源とする変形菌はいくつか知られるが、本種はその代表的なものである。本種の変形体の飼育は容易で、文字埃りを培養する簡便な方法、露紙状にオートミールを置いて、育てるようなやり方で簡単に増殖する。このような方法で培養できるもののうちでも特に容易なものだという。麻酔マナは5歳の時から、 変形菌に興味を持ち6歳から変形体の飼育をしていることで知られるが、本種もよく飼育しており、麻酔には本種が繰り返して登場している。彼によると、板文字誇りの変形体は敏感で臆病なところがあるのだそうで、別種の変形体との接触をさせた実験で本種が逃げ出すようについて、こういう気まぐれなところがすごく板文字っぽいとのことである。さらに、 人口外地による培養もかなり早くに成功している。一般に、年金類の変形体を培養するのは、そう簡単でなく、1968年時点で、全変形菌のうちの10%以下しか培養されていなかったが、それらは、ごく大雑把な方法でのものである。培地中に餌になる、生きた、微生物、 あるいはその死んだものを含まない培地での培養が成功していたのは有名な文字誇りーパリセファロムを含む数種しかなかった。そんな中でヘニーヘニーは本種をグルコースやヘマチン、コーボエキスなどを含む培地で培養することに成功した。この培地はコーボエキスなど天然の素材を使っているために完全な合成培地とは言えないがヘンリーリンチは グルコースとビオチンの他数種のアミノ酸を含む完全な合成倍値で本種などを培養することに成功している。本種の所属する文字誇り属には非常に多くの種があり、萩原他には40種以上が挙げられている。似たものは多く、特に青文字誇り PV ライドは特によく似ており、本種がこの種の変種に扱われたことがあるが、この種では 石灰節は防水型で本種のように長くならない。また外見的には本種ほどには、死のが平たくならず、上の面が、へそ状にくぼむこともない。萩原他ではこの他に、類似の種として、キカミ文字ホコリピ P フラビコマムとベテール文字ホコリピ B、ベサリンを挙げており、石灰節の形で区別できるとしている。蒸気のように本種は往々にキノコを攻撃するもので、 キノコの穂抱き裁判にも出現することがあり、厄介者とされている。ありがとうございます。